です。メンバー紹介します。3面のドラムさん
わざとなのか本当なのかちょっと。いやー僕は今すごいなんかショックで、電波通信最初ドラムソロじゃないですか。あれ完全にこれなんですよね。閉じるってやつ。完全に開けちゃってやったわ。これはもう。そう、神戸さんが難しくて。いや、6月祭、もういよいよこれと最後、金箔やって終わりですよ、皆さん。3年生にとってはもうないんですよ、6月祭。1年生をもう勧誘することもないし。あ、泣いてない。これ汗なんだね、涙なんだから。まあ、6月祭、僕、アジカンで最初出た時に、まあ、結構カッコつけて MC してたんですけど、1年生、どんな1年生なんだろうなぐらいに思ってたんですけど、3日前は。ちょっともう、今、このレベルの高さに引いてます、正直。引くレベルで、さっきも連々めっちゃかっこよかったし、なんか、みんな、昨日も、椿屋とかも PTP もかっこよかったし、いや最初はね、正直、副部長として、もうなんか80人ぐらい入れたかったんですよ、1年生を。何分のなんだ今、本当に最初の想像。やっぱ俺ら多いし、3年で2年生が結構辞めちゃって、それは僕は結構嫌だったんですよ。だからもう1年生はもう80人ぐらい入れて、まあ、半分辞めても40みたいな、最強の部活にしたかったんですけど、ちょっとそうもいかず、いやどうしたもんかねと思ってたんですけど、6月祭見てもう、あ、大丈夫だなって。少ない人数でもみんな強いし、真面目に練習してるし、俺初心者と組んだんですよ、結構今回。いやみんなすごい頑張り屋さんだし、いやギターってこんなすぐ上手くなるみたいな、ちょっと僕は驚愕しました。嬉しかったです。だからこの6月祭で、まあ、安心してあと半年引退まで。なんか去年の米さんっぽいねこれ。ちょっとやめよう。巻いてますね。では今回ギターであのちゃんに声かけて、いやめっちゃ難しいんですよ、自編って。わかると思うんですけど、なのにこんな、まあ、バカみたいな連中とスタジオ行ってもワードウルフしかしてないし、なんかキーボードで遊んでるし、すごいなんかごめんねって感じで、ごめんねって感じ。でも楽しかったです、すごい。僕は6月祭4つも組んじゃったからすごい大変だったんだけど、楽しかったな。いっぱいいろんな1年生と組んで、だから 2,3 年生は本当に、まあ、いろんな1年生と組めて、これからいろんな人と組みたいなって思ったと思うし、8月祭、10月祭もやれるし、頑張れるし、大丈夫です、この部活は。みんなで力を合わせて、最後引退まで頑張ってやっていきましょう。ごめんなさい、引退みたいな。もうね、電波通信の最初がね、もうショックすぎて何も無理だわ、ごめん。もう一回そこやりたい。もういいわ。最後に別撮りしてそこだけ埋めとく、なんか YouTube に載せておきたい。あー疲れた。じゃあ最後じゃねえや、残り2曲なんですけど、次の曲は僕も去年の学祭でやったことがあって大変なんですよ。じゃあ大変な曲やります。はい、ボーカルにもうちょっとボーカルの回数お願いします。Yeah.
な芝居で天国有名な曲なんで多分みんな知ってると思うんで、でもちょっと バラード系の曲なんで乗れる感じじゃないんで、ちょっとエモい感じで聴いてください。
とは